月明かりが出てきて気がついたら。なんでだよ、なんでまだ動いてんだ。日没からかなり時間が経ってるのに。どうなっているの。おい、あれを見ろ。敵、なんだこいつは。巨人っていうか、ありゃ獣じゃねえか。なあ、あいつ壁の方に。おい待て、待て待て待て、待ってくれ。ざけんじゃねえぞ。チンペイは下がっているんだよ。けど君には戦ってもらおう。ここからは立体機動装置の出番だ。行った。
なんとかしのげそうだな。あれは何だ。壁の方角から投石だと。このまま全員で固まっていては危険だな。一旦散開し、各自塔の防衛に当たるんだ。君は塔の周辺に迎撃用の拠点を設営してくれ。この敵、壁の方に歩いていた。この獣の巨人の仕業か。おい、まずいんじゃねえか。
こっちに向かってくるぞ。まずいじゃねえのか。いや、この機を逃すではねえ。あいつさえやっちまえば投石は止まる。崩れそうだ。
してるし。よくやった方だと思ってる。すまねえ、お前ら。もう力入んねえ。おい、まだ生きてんのか。よかった、無事で。ああ、先輩たちがやられた。よせクリスタ、もう塔が崩れそうなんだ。落ちちまうぞ。でも私たちの身代わりにナナバさんが、ギルバーさんが。くそ。このままここで塔が崩されてただ食われるのを待つしかねえのか。もう何かやることはねえのかよ。くそくそ、こんな任務も中途半端なまんま全滅なんて。私も戦いたい。何か武器があればいいのに。そしたら一緒に戦って死ねるのに。クリスタ、お前まだそんなこと言ってんのかよ。彼らの死を利用するな。あの長官たちはお前の自殺の口実になるために死んだんじゃねえよ。お前はいつもどうやって死んだら褒めてもらえるかばっかり考えてただろ。違う、私は。クリスタ、こんな話もう忘れたかもしんねえけど、これが最後になるから思い出してくれ。雪山の訓練の時にした約束を。ああ、あの時か。エレンたちと捜索に行こうとしたんだけど、みんな無事に戻ってきたんだったっけ。雪山での訓練中に倒れたダズを私が親切にも崖から下ろして基地に届けてやった時の話だ。あの時お前は私に聞いたよな、どうやって崖から下ろしたのかってさ。私はそれにこう答えた。教えてやってもいいが、その時はお前も
元の名前を名乗って生きろと。ユミル、一体何をするつもりなの？コニー、ナイフを貸してくれ。ほらよ、何に使うんだよそれ。ありがとよ。まあそりゃ戦うんだよ、これで。ユミル、何するつもりだ？さあな、自分でもよくわからん。クリスタ、これはただの私の願望なんだがな。お前、胸張って生きろよ。
今のうちに撤退するんだ。ありがとうな、エレン。門に切れて。
俺だって戦える。私の名前、ヒストリアっていうの。
モブリッドさん。いや、夕方から兵団の会議があるんだ。実は君にもいろいろと用事があったんだが、すまん、今は何も考えられそうにない。今度でもいいか。ありがとう、そう言ってもらえ。モブリッドさん、会議が終わったらちゃんと寝てください。いや、大丈夫大丈夫。分隊長、会議は夕方から。うん、そうだよ。ただ、会議にあたってやっておきたい実験があってね。こいつの言う通りですよ、分隊長。もう少し休憩時間を。死んでしまいます。心配ないって、すぐ済むからさ。じゃあ、エレンも君もまた今度さ。すまない、それじゃあまた後でな。
強くなるため俺は巨人をこの世界から駆逐したい。そのために兵長や先輩方のように。ああ、そうだ。向上心を持つのはいい。ああ、もし、分隊長、それくらいにしておけ。そいつらのような同期や、特に今度てめえら二人に受けてもらうに。ああ、やってやる。だがエレン、お前が俺たちのような人変わりはいない。行くぞ。
構長い付き合いになったな。これからもよろしくな。いや、あの任務は兵長の言った通り大変だったな。しかしお前がいてくれて助かったよ。一人じゃ危ねえ場面も結構あったし、ありがとな。俺もお前みてえに、いや、お前以上に強くなって。ウトガルド城の104期調査兵たちはハンジ率いる増援によって付近の壁上へと撤退、辛くも難を逃れた。そして巨人化能力者であることが明らかになったユミルは、命がけで仲間を守ったこともあり、ひとまず調査兵団の保護下に置かれることになった。そんな折、壁の破壊箇所を捜索していた駐屯兵団の先遣隊から驚くべき知らせがもたらされたことを皮切りに、兵士たちはさらなる混乱の渦へと飲み込まれていくことになる。彼はウトガルド城での激戦を生き延び、無事に壁上へと退避する。しかし仲間と無事を喜び合う彼を、思いもよらぬ裏切りと残酷な真実が待ち受ける。穴がどこにもないだって？ああ、別の区の兵と勝ち合って引き返してきたのさ。道中で巨人とも出くわさなかったが。仕方ない。それなら一旦トロストクで待機しよう。エレン、話があるんだが。まさか、ついに地下を掘る巨人が現れたんだとしたら大変だ。そうなると位置を特定するのは困難ですね。俺が鎧の巨人で、こいつが超大型巨人ってやつだ。俺たちは5年前壁を破壊して人類への攻撃を始めた。俺たちの目的は壁の中の人類全てに消えてもらうことだったんだが、エレン、お前が俺たちの故郷に一緒に来てくれるなら、俺たちはもう壁を壊したりしなくていいんだ。どうだエレン、悪い話じゃないだろう。
ひとまず危機が去るんだからな。どうだろうな。お前さ、疲れてんだよなあ、ベルトルト。こうなってもおかしくないくらい大変だったんだろ。ああ、ライナーは疲れてるんだ。大体な、お前が人類を殺しまくった鎧の巨人なら、なんでそんな相談を俺にしなくちゃなんねんだ。そうか。何を考えているんだ俺は。本当におかしくなっちまったのか。きっとここに長く居すぎてしまったんだな。バカな奴らに囲まれて3年も暮らしたせいだ。こんな奴らがいるなんて知らずにいれば、俺はこんな半端なクソ野郎にならずに済んだのに。もう俺には何が正しいことなのかわからん。ただ俺がすべきことは自分のした行いや選択に対し、戦士として最後まで責任を果たすことだ。ライナー、やるんだな、今ここで。ああ、勝負は今ここで決める。
けて進むんだ。強くなれたらいいなとか思ってたっけ。
前がどんな顔してんのか知らねえが、お前ら本当にクソ野郎だよ。お前の正義感に溢れたあの面構えを思い出すだけで吐き気がしてくんだよ。このでけえ怪獣が俺が今から駆除してやる。無駄なあがきだ。止まった。あの位置は。周囲を警戒しろ。巨人を呼んだぞ。周囲に他の巨人は見当たりません。上だ、避けろ。エレンは？エレンは連れ去られたよ。ユミルもベルトルトとライナーに。ねえアルミ、なんでエレンはいつも私たちから遠くに行くんだろう。そういえばそうだね。
エレンは昔から一人で突っ走っていくんだ。僕らを置いて。私はただそばにいるだけでいいのに。それだけなのに。まあいつものことじゃねえか。あの悪ガキの起こす面倒の世話をするのは昔っからお前らの役目だろう。俺も行くぞ。お前ら三人が揃ってねえと俺の日常は戻らねえからな。クリスタ、やっぱり君には残ってほしいんだけど。それは無理。ユミルがさらわれたのにここで待つなんてできない。ああ、俺たちには奴らを追いかける理由が多すぎだろう。おい、エルヴィン団長が到着したぞ。ハンジ、説明を。うん。彼らの目的地をウォールマリアの向こう側、そして目的地までたどり着くだけの体力が残っていないと仮定しよう。ならば彼らはこの先にある小規模な巨大樹の森、そこ。
てね。いい品が揃ってるよ。また来てね。何を作りたい？また来てくれよな。Y recuerda, si te ha gustado, dale like, compártelo con tus amigos y si de verdad te ha gustado, suscríbete, eso me ayuda muchísimo. Nos vemos en un próximo video.